イギリスの大手航空会社ブリティッシュエアウェイズはロンドンの空港で続く混乱を理由に一部の航空券の新規販売を停止すると発表しました。例えばロンドン発のベルギーブリュッセル行きは2週間後の15日までずっと予約ができない状況です。ブリティッシュエアウェイズは2日ロンドンヒースロー空港からヨーロッパ各地に向かう短距離便を中心に航空券の新規販売を少なくとも1週間停止すると発表しました。ヒースロー空港は急速な航空需要の回復で人手不足に陥り、保安検査や預け荷物の受け渡しで大きな混乱が続いています。そのため空港は1日に出発できる客の数を10万人に制限していて、航空各社に対し航空券の販売中止などを要請していました。ブリティッシュエアウェイズは航空業界全体の課題を鑑みて責任ある行動を取るため予約の制限を決めたとしています。